粗品です。せいやです。うまっすぐオカルトクイズ。なんやオカルトクイズって。超常現象、都市伝説にまつわるクイズを出題ですって。いいねいいね。都市伝説ですからね今日。そうや、ラジオでな。そう、関さん来ますから楽しみですね。じゃあオカルトクイズいきましょう。自由、領土、友愛、寛容、人道の5つの基本理念のもとに。はい、やかっこいい。いやでもこれがあれじゃないの。おおおお、なるほどな。秘密結社。秘密結社、うん、目のやつ。つまり出ないワードは名称は出ない。いやいや、クイズやから。あ、そうかそうか、それ言わない。自由、平等、友愛、寛容、人道の5つの基本理念のもとに様々な活動を行っている友愛結社といえば。ほら、ああ、フリーメイソン。うわ、やっぱりそうなんや。そうなんや。怖いね、友愛フリーメイソン。怖い。スコットランドの湖で目撃されてネッシー。そういうやつね、オカルトクイズって。クジラのトッポやったんでしょ。え、なんか出てたで、ネッシークジラのトッポ説みたいな。何それ何それ。最近ニュースになってた。どういうことどういうこと。ネッシー子ってあんねんな、なんか。ああ、そうなんや。ネス子、ネス子、クジラのトッポやったんだよ。ほんまか分からん。でかー、見てみた。そうなん、好きやからな俺、でかい。人工知能研究と関わりがあると噂される、 Siri に特定の質問をした際に返ってくる謎の言葉といえば。おもろ。そんなあんねや。何やったかな。あなたは誰に作られたのみたいな聞いたら、うん、それは言えませんみたいな。うん、隠そうとするみたいなやつ。怖いですよ。うーん、それ見たな。何やったかな。最初の文字、うん、ゾ。何、ゾルディック。ゾルディック、これがあれか。ゾル、ゾルタ、ゾル、ゾルタクスゼイヤ。あ、すごっ。何急に。びっくりした。何何何何。ゾルタクスゼイヤン。何それ。いや分からん、なんか聞いたこと。それこそ関さんが言うてるっちゃん。すげえよ。何それ。アップル社の人が、仕掛けた遊びじゃんじゃないかって言われてるんですけど。なるほど。そういう都市伝説。へえ、おもろいね。なんて言ったら返ってくるんでしたっけ。でもさっきせいやさんも言ってたような、あなた誰に作られたのか。いや、なんて言ったら誰みたいなことの先にその単語が出てる。ゾルタスクゼイヤンって言うねんて。うわ、怖。問題。ネバダ州のアメリカ空軍が管理している宇宙人と交流の噂は。え、なんやっけ。マジかよ。501エリア。なんやねんそれ。お前宇宙人だけ詳しいってこいつ。いやいや、こいつ宇宙人説あるからな。宇宙人との交流の噂がされている基地の総称といえば。全く知らん。最初の文字え。あ、ほんまや。エリアなんちゃらみたいな。はい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 。何や、分からん。エリア、エリア66。エリア51。あ、51か。へえ、あ、それのオマージュでイチローが言われてたんですか。エリア51。あ、そうなんや。そうなんや、そのパロディーなんや。なんか、またいだらあかんみたいなのある。怖いな。何それ。勝手に入ったら射殺される。あ、宇宙の秘密を守ってるんですか。まあ、されている。おもろいな、これ。日産そんな好きそうやな。問題。空中を高速で移動する。すごい顔しよう、うん、ピクシー攻めた。ピクシー。UFO。
この動きプラズマン、プラズマン、空中を高速で移動するたびたび映っている動画がテレビなどで紹介される未確認動物といえば、動物、ユーマ、動物、空中をピクシー、妖精、高速で移動する未確認動物、そんなんおんの、動物、ユニコーン、待って、高速移動、オービロン、何それ初めて聞いた、オービロン、オービロン、メイドインワリオの宇宙人のやつ、そんなやつおんねん、最初の文字、ス、ス、スパイダーマン子供やなアメリカの子供俺子供、アメリカの子供、スパイダーマン、スパイダーマン、子供、ス、2文字目、カ、ス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 カンピン、スカンピンやで、ほんま、3文字目、イ、スカイ、聞いたことないわ、スカイフィッシュ、そう、知らん、何それ、お前詳しいな、わかりません、宇宙人系、なんすかそれ、スローで畑とかを撮ってるとビロビロビロっていう透明の魚が飛んでいる映像が撮れる、魚、カメラでは撮れてんねや、こわいいね、問題、北アメリカのロッキー山脈で目撃情報がある巨大なエンジンのような未確認動物、これはあれ、あ、山男山男、山男なんか、なんかあれ、なんか見たことあんねんな、エンドリケリ、エンドリケリそういう歌手、なんかそんなんじゃなかった、なんかゴリラみたいなやつじゃん、なんか見たことあるぞ俺、人間と、見たことある、あ、なんか、いや、なんかね、そのなんかゴリヒューマンみたいな、そんなんだよそんなやって、なんか、あー、そう、そう、ゴリューマンみたいなヒューマンと間みたいな、ゴリラの最初の文字、ビ、ビッグフット、あー、ビッグフットや、ットや、雪男とかもビッグフット、また別、まあ、なんかその地方とかによって呼び方が、呼ばれ方が違う、へー、詳しい、山男、山、あれや、山男あれや、山男もう俺50歳ぐらいやから今悪いけど、そうだ、うん、問題、ヒマラヤ山脈に生息していると言われる全身毛だらけの雪男あ、違う、違う、全身毛だらけの 未確認動物といえば、雪山で毛だらけ、わからん、スノーマン、おうおう、スノー、スノー、あ、だから、え、雪山男雪山男、ビッグアイビッグアイ、何それ、いや、なんかな、ドラクエにそんなやつおんねん、ちゃうか、最初の文字、イ、あ、なんやっけ、イエ、あ、それドラクエにおるわそうや、それ、イエティ、おー、イエティや、イエティや、それ何、まあ、ビッグフットの色違いみたいな、へー、ラスト、ラスト、めっちゃおもろいやん、これ、もろ、秘密結社が隠した目次録メッセージが多く記されており、近未来世界の様子が事細かに予言されていた、ノストラダムスの大予言、事細かに予言されていた予言書として注目を集めているカードは、カード、カード、カード、100ドル札、
カードカードじゃないけどあれも言いますよね、シンプソンズのアニメ怖いな怖いなあれも言うな、そうなん、なんかいろいろね当てていってるもん、カードカード最初の文字イ、これはだいぶ上級者なオカルト、うん、イコかいや電子系カードイ2文字目ル、あへイルミナティ、これがそうなん、これがそうなん、ちょっと今日勉強になったな、あめっちゃよかった、白滝さんのおかげで、イルミナティカードって言いますか、ほんで今日関男と関男対峙します、ラジオ終わらないようにしよう、終わるかもしれないラジオ